俺の名前は宮島善造、68歳。愛する妻は30歳という若さでこの世を去った。俺と可愛い娘2人を残してね。俺は家庭の事情で中学卒業後からずっと工事現場で働いている。転職のタイミングを逃したというのもあるが、俺はこの仕事を気に入っていた。職場の人間関係はもちろん、体を動かす仕事が自分には向いていたのかもしれない。そうそう、俺は今長女家族と一緒に暮らしているのだが、もう何年も前から長女とはもちろん長女の夫、それに孫との折り合いが悪いのだ。ねえお父さん、食べたらすぐに食器は片付けてってお願いしたよね。それに洗濯物は一緒に回したくないから、カゴは別にしてって言ったでしょ。どうして何度言っても分かってくれないのよ。ああごめんごめん父さん、今日はちょっと仕事が忙しかったもので、家に帰ってきたら疲れがどっと出てしまったんだよ。疲れた疲れたっていつも言ってるけどさ、工事現場の仕事自分で選んだんでしょ。自分が年老いることを考えたら、そんな仕事普通選ばないでしょ。確かにそうだよな。でも転職しようと思ってた時にちょうど母さんが亡くなってしまったのもあって、あの精神状態で新しいことをする気持ちになれなかったんだよ。ごめんな弥生。謝られたってもう元には戻らないのよ。とにかくお願いだから、自分のことは自分でやってよ。そうだよな、ごめんな。仕事から帰るとこんな感じでいつも長女に怒られる毎日、気が休まらないというか、なんというか。この家には俺の味方になってくれる人は残念ながらいない。6歳になった孫でさえも。ねえじいちゃん、俺リビングの大きなテレビでアニメ見たいから、もうそろそろ自分の部屋に行ってよ。ああすまないね、じいちゃん邪魔だったかい。邪魔に決まってるよ。リビングってその日一日頑張った人が過ごす場所なんだよってパパが言ってたよ。あ、そっか。じいちゃんもお仕事頑張ったんだけどな。じいちゃんの仕事は仕事じゃないよ。僕はじいちゃんみたいにならないよ。僕はパパみたいに有名な大学を卒業するんだ。たくみ、そんな冷たいこと言わないでおくれ。お父さん、たくみはごく普通のことを言っただけよ。たく、お父さんは中卒、かたやうちの旦那は有名大卒、そして今は大手企業勤め。どっちがまともな人生か、どっちをお手本にしなきゃならないかってことは誰が見てもわかるはずよ。そうだよな。でも父さんは昔家庭の事情で働くしかなかったんだよ。ごめんな、お手本になれるような大人じゃなくて。わかったから、ごちゃごちゃ言ってないでもう自分の部屋に行って。私たち家族団らんしたいの。この時間が唯一の一日の楽しみなんだからさ。わかった、わかったよ。ごめんな。3世帯家族、今の時代とても珍しく、誰からも羨ましがられるのだが、こんな感じで家に帰っても心の底からくつろぐことができないというのが現実だ。中卒の俺を毛嫌いする長女に前習いするかのように、孫まで俺を邪険に扱うようになった。まだ小学1年生に、おじいちゃんのようにはなりたくないとはっきり言われてしまうのは、なんとも悲しいことだ。そんなことを悩みながら月日は流れ、俺は定年を迎える年になった。お父さん、そういえば部屋の掃除をしていて見ちゃったんだけど、もしかしてもう定年退職なの？ああ、そうなんだよ。もうお父さんも65歳。いい年だ。え？ちょっと待って。じゃあ定年退職後は昼間もずっとこうやって家にいるってこと？私そんなの耐えられない。まあ、再就職先が決まるまでは少しのんびりするかもしれないな。こう見えて父さん、中学卒業後からほとんど休む暇なく働いてきたからな。そんなの絶対無理、ありえない。定年退職して無職の老人とか邪魔すぎなのよ。そんなにきつく当たらなくたっていいだろうに。俺だって家族のために必死になって働いてきたんだから。
ただ一言だけでもお疲れ様って言ってほしかったよ。そうだよな、俺が一緒に暮らしてたら弥生たちにとって邪魔になるよな。俺はその後も長女から何やらいろいろと小言を言われていたが、悲しさのあまり全てを正面から受け止めることは到底できなかった。これまで何のために頑張ってきたんだろう、こんな老いぼれはもう生きてる価値もないのだろうか。そんな風に思っていた時、一本の電話が。もしもし、お父さん、私パニコよ。久しぶり、元気にしてた？おお、パニコか、久しぶりだったな。父さんはなんとか生きてるぞ。パニコは俺の次女だ。何そのなんとか生きてるって。私今日海外出張が終わったの。5年間すごく長かったよ。でもね、もうこれで日本で仕事ができそうなんだ。そうかそうか、よかったなパニコ。それに元気そうでよかったよ。それよりお父さんもう定年退職の時期じゃない？そうなんだよ、もうそんな年になってしまった。早いものだな。私これまで頑張ってくれたお父さんにお礼もしたいからさ、少し早いけどみんなでお父さんのお疲れ様会でもしないかなって。嬉しいな、ありがとう。でもみんなって誰のことだ？何言ってるの、お姉ちゃん家族も一緒に決まってるじゃない。あ、それなら弥生の家族は忙しいから来られないと思うぞ。そうなんだ。じゃあとにかく私はお父さんに会いたいから、二人ででもいいから食事に行こうよね。久しぶりのパニコからの連絡。パニコの声を聞いて俺はとても温かい気持ちになった。それから間もなくして俺はパニコと二人で食事に出かけたわけなのだが、それでなあ、あんなことやそんなこと、こんなことがあって、とにかく弥生は俺のことが厄介らしい。最近は匠にまで邪険に扱われるようになってさ。そんなのひどいよ。弥生家族と同居してからひどい目に遭ってきたことを不覚にも泣きながらパニコに話してしまった。これなんて情けない父親なんだ。パニコもきっと呆れてるだろう、そう思っていたのだが。許せないよ、こんなにも私たちのためにずっと働いてくれたお父さんをバカにするなんてさ。もういいお父さん、私と一緒に暮らそうよ。そんな、俺は子供たちにこれ以上迷惑はかけたくないんだ。何言ってるのよ、私はお父さんには感謝してるの。だからせめてそのぐらいのことさせてよね、一緒に暮らそう。パニコ、ありがとう。パニコに会い、なんとなく俺の心はすっきりした。パニコは早々に二人で快適に暮らせる家を探すからあと少し待ってと言っていたのだが、家に帰るといつもの日常が待っていた。あのさお父さん、ちょっといい？私たち家族でいろいろ話し合ったんだけど、定年退職後はこの家を出て行ってほしいの。これ以上お父さんの面倒を見るなんて私たち耐えられない。僕もやだ、じいちゃんと一緒に暮らしてると家に友達も呼べないし、もうとにかく嫌なんだ。たくみ、あとはママからきちんとお話ししておくから、もう少し待ってね。弥生はそう言ってたくみを部屋に連れて行き、そしてすぐさま戻りこう言ったのだ。そういうわけなの、みんなお父さんと暮らすことにストレスを感じていてもう限界なのよ。こんな生活続けてたらストレスが溜まって寿命が縮まるわ。だからもう出て行ってくれない？やっぱりそういうことだよな、いつかこうなるのは分かっていたけど、なんだかすごく寂しいな。うん、分かったよ、父さんこの家を出ていくよ。それで弥生たちみんなが幸せになれるってことなんだもんな。弥生は満面の笑みで、そしてハイテンションになり、やったー、やっと家族だけで暮らすことができる。これで家が広くなるわ。邪魔なものはさっさと捨てなきゃ。そうと決まったら即撤去作業開始しよう。たくみ、ママのお手伝いしてちょうだい。おじいちゃんがやっと出てくるよ。あー、やったー、これであそこの部屋も僕のもんだ。そうそう、これからはたくみが好きに使っていいのよ。
さっさと片付けが終わったらお祝いしましょう。お祝い、やったー。定年退職後に家を出ていくという話だったのだが、今すぐに出ていけと言わんばかりの雰囲気が読み取れるほど険悪な空気だった。まだ荷物はまとまっていないが、近日中に大きな荷物は取りに来ると約束をして、俺はその日のうちに家を出た。ちょうど家を出た時にパニコから連絡があり、やっと良さそうな家が見つかったのよ。実は契約も済んでて、もういつでも住める状態なの。お父さん聞いてる？ああ、ごめんごめん。パニコ、すまないんだけど、今日から新しい家に住まわせてもらってもいいかな。思ったよりも早くに追い出されてしまって情けないんだが俺の緊急事態をすぐ察知してくれたパニコは慌てて迎えに来てくれた。お腹が減っていたこともあり、近所の定食屋によってパニコと一緒に食事をした。パニコは嬉しそうに生姜焼き定食を食べていて、これからはこんな風に楽しく食事ができると思うだけで涙が溢れそうになった。しかし実は俺は何年も前から重い病気にかかっていた。家族には心配をかけないようにしていたつもりだが、パニコにはすぐに見抜かれてしまったんだ。お父さん、体調が悪いんじゃない？病院には行ってるの？ああ、実はもう治療も難しいって言われてて、それでな。でも今はとにかく職場の人にも迷惑はかけたくないし、定年退職まではなんとか踏ん張ろうと思ってたとこなんだ。え、そんなに良くないの？そうなんだ。黙っててごめんよ。わかったよ。じゃあその辺のことは私に任せてもらえない？とりあえずお父さんは落ち着いて生活できるように早く環境を整えよう。明日一緒にお姉ちゃんのところに荷物を取りに行って、それで向こうと関わるのは終わりにしようよ。そうだな。もう俺はいつこの世からいなくなってもいいように財産に関する遺言書は弁護士を通して作成済みだ。そのことも明日弥生に伝えなきゃな。そう思っていた。そして翌日の夕方、俺はパニコと共に弥生の家を訪れたんだ。やっと荷物取りに来たのね。ほんとくだらないものばかりで全部捨てちゃうかと思ったわよ。てかパニコも来てたんだ。うん、私海外出張も終わったし、これからはお父さんと一緒に暮らそうと思ってるから。そうなんだ。じゃああとはパニコに全てお任せしていいってことね。ああ、よかった。ほんと面倒な親のお世話とか私絶対にやりたくないって思ってたからね。すまなかったな。今までお世話になりました。もう挨拶とかいいからさっさと出てってよ。家族が帰ってきちゃうじゃない。ポニコは怒りに震えていた。そして弥生にすごい剣幕で迫ったんだ。あのさ、さっきから聞いてればどれだけお姉ちゃんは偉そうなの？親に対する感謝とか思いやりとかそういう気持ちはないわけ？はあ？一体どうしちゃったのパニコ？ 笑えるんだけど。お姉ちゃんはお父さんが重い病気にかかってたった一人で苦しんで病気と戦っていたことを知ってたの？何も知らないくせによくそんな偉そうに。ここの生活費だって全部お父さんが支払ってたの。私知ってるの。私もう金輪際あなたのことは姉妹だなんて思わない。絶縁よ。何をそんなに大げさなこと言ってるのよ。そんな目くじら立てることなんてないでしょ。本瓶に行きましょうよ。パニコが俺のために泣くのを我慢して必死に訴えてくれている。俺もきちんと言わなきゃ。父さんな、自分の命がいつ終わってもいいようにもう遺言書を作成したんだ。申し訳ないが、弥生には財産を相続させるつもりはない。そして今日限りで親子の縁を切らせてもらうよ。はあ？命が終わっても遺言書相続させない？何言ってんのよ。それに工事現場の仕事しかしてないのに財産もろくにないでしょうよ。まあそうかもしれないな。そう思うならそう思っててくれて構わないよ。お姉ちゃん、お父さんとずっと一緒に暮らしてたのに何も知らないんだね。
お父さん、確かに仕事は工事現場だったかもしれないけど、自分で貯めたお金で投資してたし、不動産もたくさん持ってるんだよ。え？私、そんなこと何も聞いてない、知らない。弥生は俺のこと中卒の無職老人だっていつもバカにしてたもんな。父さんのことなんて興味がないことくらい分かってたよ。だから父さんも弥生には本心を打ち明けなかったってことさ。そんな財産って一体いくらくらいになるって言うのよ。金に目がくらんだ弥生はなんだかかなり動揺しているようだった。現金にしたら何十億になるだろう。数えたこともないからわからないけど。そんな大金、パニコが独り占めってこと？まあそうなるな。すまないけど、俺たちこれから引っ越しもあるし、忙しいからこれで失礼するよ。待ってよ、私たちにも少しくらい財産を。お願い、少しでいいから。まあこれまで何年もお父さんにひどいことしてきたんだから、少しは反省した方がいいと思うよ。じゃあね。ちょっと待ってよ。俺とパニコはその後すぐに荷物をまとめて新居へ向かった。それからというもの、本当に快適で幸せな毎日だったんだよな。本当にパニコには感謝しかない。その後弥生家族はというと、電気、水道、ガス、新聞代、電話代や税金などの生活費を支払ってくれる人がいなくなり、経済的に相当困窮しているようだ。夫は有名企業勤めだが、金の管理ができない夫婦だから、すぐに金を使い切ってしまうらしい。おまけに、今まで贅沢ばかりしていたために、生活レベルを落とすということができないらしく、貯金も節約も大の苦手。さらに、これまで購入した高級車やら、バッグやら、パソコンやら家電などの支払いがわんさかローンで残っているから、もう家計は火の車だということだ。息子の習い事や塾を全てやめさせ、車を売っても支払いが追いつかず、どうやら怪しいところから借金までしたらしい。息子の成績はすぐにガタ落ちし、弥生はヒステリーにストレスで激太りした上に、旦那に内緒でホスト通いしていたそうな。口論が絶えないから、やがて旦那も仕事で失敗を繰り返すようになり、そのうち左遷で単身赴任。その単身赴任先で既婚の女子社員と浮気をし、会社はクビ。結局あの夫婦は泥沼離婚したそうな。お互い借金まみれで、今やコンビニやアルバイトをしながら、それぞれが借金返済する生活をしてるんだと。絵に描いたような転落っぷりを知り合いに聞いた時には、自業自得という言葉が頭に浮かび、なんとも哀れだと思ってしまった。一方の俺はというと、パニコのおかげで病気から完全復活。ねえお父さん、その後体調はどうなの？術後の痛みとか全然なかったでしょ？私の腕もこれで少し信用してもらえたかしら？この通り、もうお父さんはピンピンしてる。パニコは外科医として海外でも立派に勉強も終えて、経験も積んだってことか。そうそう、私こう見えてもゴッドハンドの外科医って言われてるんだからね。私失敗しないので。頼もしいな。本当にありがとうパニコ。まだまだ、お父さんにはこれから長生きしてもらわなきゃ。私が結婚して子供が生まれるまでは絶対に生きててもらうよ。イシシ。私の名前はパニコ、29歳の兼業主婦です。夫の文太と結婚してまだ1年、新婚ほやほや、ラブラブの私たちは早く子供が欲しいねーなんて会話と仕事の話とで盛り上がりながら毎日平凡な生活をしています。文太の会社はいいよね。ここ最近はリモートワークなんでしょ？私の会社はまだアナログって感じだよ。会議の前には大量の資料をコピーして、なんか時間とコストの無駄って感じがしちゃうんだよね。そうなんだ。確かにそんなに時間とコストをかけたら帰宅時間も遅くなるし、その資料作成に携わる関係者は毎日残業しなきゃならないのが目に浮かぶよ。そうなんだよね。だから文太の会社が羨ましいなって思っちゃう。確かにそうだよな。リモートなら家にいても外出先でも
会議に参加できちゃうから時間に縛られなくていいしな。いいな、こっちは毎日早起きして化粧して満員電車に乗って出かけなきゃっていうのにさ。でもさ、パソコン1台あればリモートワークなんて簡単にできるじゃん。今度そういうの詳しい上司に相談してみたら。確かにそれもいい案かもね。ありがとう。最近はもっぱら仕事の話になってしまう私たち。そんなことより今日もレイカちゃん遊びに来る感じ？今日はどうだろう。何も連絡はなかったし今日は来ないかも。どうして？何かあった？いや、最近毎日のように来てるし泊まることもあったからさ、俺たち夫婦の時間もないなーなんて思ってたんだ。確かにそうだよね。今日は来ないといいけどね。レイカとは私の5歳年下の妹のことです。今年大学を卒業し就職が決まったのはいいのですが、勤め先が我が家から近いということもあり、ほぼ毎日のように遊びに来るんです。一人でいるのが怖いとか、食費を浮かしたいとか、そんな理由でね。そんな噂をしていると玄関のチャイムが鳴り、ただいま、やっと家に着いた。パニネ、何か食べるものある？私お腹ペコペコだよ。レイカ、今日はこんな時間だし来ないかと思ってたよ。晩ご飯ね、残り物でしか作れないけど我慢してよね。大丈夫、私家に帰って自分で作る気力もないし、パニネーなら何とかしてくれるかなって。つい、ちなみに明日は遅番だから泊まっていくね。泊まっていくってまた？もう勘弁してよ。だってこんな遅くに一人で帰るのも寂しいさ。それにここにいたら電気真っ暗にしても怖くないじゃん。そんな、勝手すぎるでしょ。レイカちゃんこんばんは。今日は仕事終わるの遅かったんだね。あ、ブーンタさんこんばんは。お邪魔してます。今日はパニネートも相談してお泊まりさせてもらうことになったの。はあ、ちょっとあんた勝手に。そうなんだね、分かったよ。じゃあ俺はリビングで寝るから、パニコとレイカちゃんは寝室を使ってもいいからね。いやいや、そんなお構いなく。なんなら川の字になって3人で寝ましょうよ。あのベッド大きいし3人くらい余裕よ。ちょっとこいつ何言っちゃってんの。しかもまた悪い癖が出てるような気がするんだけど。実は妹のレイカはくれくれ系女子。とにかく昔から私のものを横取りする癖があったんです。それは食べ物やおもちゃにとどまらず、高校時代は私の彼氏にまで手を出したことがあったほど。だから実際あまり信用できる妹じゃないんですよね。でもね、文太は私を裏切ることはない、そう信じていたの。だからこうやって毎日のように我が家に来る霊下を追い出しもせずに受け入れてあげてたってわけ。しかし少しずつ文太と霊下の関係が怪しく思えてしまった私。別の日には、アニネ、今日も私ここに泊まってくね。え、今日も？もうこれで1週間だよ。そろそろ帰った方がいいんじゃない？別にいいじゃん。パニコ何そんなに怒ってるの？レイカちゃんがいた方が家の中も明るくなるし楽しいじゃん。ブン君ありがとう。私のことかばってくれるのはもうブン君しかいないよ。は？何？ブン君？いつからあんたらはそんなに親しくなったのよ。とにかく今日は泊まってきなよ。こんな夜遅くに家に帰るなんて危険だし。はい、ありがとう。やっぱり優しいね、ブン君はさ。私が晩ご飯の準備をしている間、二人はソファーに座り、至近距離でイチャイチャとじゃれ合っています。どう考えてもおかしい。しかも、脱衣所にはレイカが脱ぎっぱなしにしてある派手な下着が落ちていたり、とにかく絶対におかしいんです。あまりに考えすぎて寝不足だった私。仕事にも身が入らず。パニコちゃんどうしたの？最近元気がないみたいだけど。長崎くん、元気がないのわかる？わかるよ。いつも元気だけが取り柄のパニコちゃんなのに、最近はずっとなんか考え込んでるっていうか、そんな感じ。元気だけが取り柄って、それって褒め言葉に思えないんだけど。よかったら俺に話してみれば？話すと楽になることってあるよ。それにさ、たまには有給使って早退でもしたらどう？息抜きも大事だよ。
そうだよね。私は自分のことを親身になって考えてくれる長崎くんにこれまでの経緯を説明、夫が実の妹と不倫関係にあるのではないかということなど証拠は押さえていないものの、絶対におかしいと、他人からしたらくだらない話かもしれませんが、全て話しすっきりした私。でもパニコちゃんの言ってることが事実だったら、それは絶対に許されることじゃないよね。そうなんだよね。私も夫のことは信じたいけど、さすがにここ最近の言動を見てると信用できないっていうか。でもさ、まずは今日は早退して気分転換しなよ。残りの仕事は俺に任せてさ、最近は暇が続いてるし大丈夫だから。ありがとう。それと何かあったら我慢せずに俺を使って発散してよ。こう見えても俺は打たれ強いんだから。私は長崎くんの言葉に甘えて、その日は会社を早退しました。久しぶりにショッピングセンターに足を運び、買い物を満喫。でもね、いつもより早く家に到着した私は、玄関を開けた瞬間驚愕。どうしてこんな時間に文太と麗華の靴があるの？だって今日は二人とも仕事だって言ってたよね。私は物音を立てず、忍び足でリビングの方へ向かって歩いていくと、そこには裸の二人がソファーでイチャイチャと抱き合っていたのです。ブン君はパニ姉と私とどっちが好きなの？またレイカはそんな分かりきってること聞いて悪い子だな。何度も言ってるだろ、俺はパニコよりレイカの方が好きだって。へえ、じゃあさ、パニ姉と別れたら私と一緒になりたいと思ってるってことなの？そりゃそうさ、パニコとは今すぐにでも別れてレイカと一緒になりたいさ。でも物事には順序ってものがあるんだから、もう少し待っててね。分かった。私ずーっとベン君のこと待ってるからね。何？私と別れて今すぐにでもレイカと一緒になりたいだって？あいつらふざけんのもいい加減にしろよ。せっかくの楽しいショッピングの後にこんな現場を目撃してしまった私、ショックを通り越し怒りで頭がいっぱいです。もはや涙すら出ませんでしたよ。頭に浮かんでいたのはあいつらをギャフンと言わせたいってことばっかり。でもよかった、何はともあれ浮気の証拠をつかんだんですから。さてこれからどうしよう。私がそう考えていると、今日パニ姉は何時に帰ってくるんだっけ？今日は確か遅番だし8時くらいだと思うよ。だからまだ俺たちが愛し合える時間はたっぷりあるから安心してね。はい、嬉しい。私ムン君のこと大好き。でも今日は16時からリモート会議があるからね。その会議の詳細を確認しなきゃならないから、その時だけは静かにしててね。と言ってもスマホで内容だけは確認できるから問題ないんだけどね。へー、パソコン使わなくても大丈夫なんだね。じゃあその時間は声出さずにイチャイチャしなきゃって感じだね。そうそう、一緒にいることが知られたら大変だからね。そうですか、なるほどなるほど。16時のリモート会議、私はそのタイミングで文太と麗華に最大の仕返しをしてやろうといいこと思いついちゃったんですよね。私は急いで文太の部屋に行き、会社から支給されているノートパソコンがテレワーク用のものだと確認しました。その後ウェブカメラを起動して、廊下からリビングの二人がイチャついているソファーに向けて設置。これで準備は万端です。私を怒らせたらどれだけ怖いかってこと知らしめてやるわよ。それから16時10分前になり、文太は会議の詳細を確認しようと何やらアクセスしています。そしてパソコンと連動しているスマホのスイッチをオン。これで会議の詳細は確認できるから大丈夫。こっちの声は見音にしてあるし、あとはイチャイチャしてもバレないぞ。さあ、れいか、続き始めっか。さすが文くんだね、かっこよくって仕事もできて最高。この二人何も分かってないんだ。あんたらの言動すべてが
たった今からすべてライブ配信されてるっていうのに。ダメだ、笑い声が漏れてしまいそう。自ら録画開始のスイッチを押したことに気づいていない文太は、ライブ配信されてるということも知らず、麗華とイチャイチャと不倫を楽しんでいます。さあ二人とも、今日は思う存分楽しみたまえ。こっそり隠れて、謎のハイテンションの私がいます。そしてそれから20分が経過した頃でした。文太のスマホに会社からの着信が。待ってました。この瞬間、イチャイチャ中の文太は会社からの連絡をスピーカーにして通話しています。はい、もしもし。貴様、リモート会議中に女性とイチャイチャしてる動画をライブ配信するなんて、いい度胸だな。今はまだ就業時間だぞ。どうしたの？俺たちの姿がライブ配信で会議中に流れたって。テレワークをいいことに、貴様が勝手なことをしやがって。けしからん。来週会社に来た時に、お前の居場所はないと思う。どうして、二人は何が何だかわからない状況に、完全にパニック状態です。ざまですね。でも、私の反撃は、まだまだこれからですよ。あら、随分とお楽しみのところ、申し訳ありませんね。パニコ、お前、まさか、お前の仕業なのか。何のことでしょう。しかし、まあ昼間から夕方まで、そんな格好でよくも堂々と不倫なんてできたものね。しかも、私の妹と。ま、今更こんな人、妹だなんて思わないけどね。お前、ひどいぞ。わざわざこんなことして、俺の人生をめちゃくちゃにするなんて。はい？人生をめちゃくちゃにされたのは、誰でしょうね。不倫の証拠、きっちり揃ってるし、もちろん麗華の会社にも、それにお互いの実家にも報告させてもらうから、二人ともそれなりの慰謝料の覚悟はしておいた方がいいわね。そんな、私パニ姉の家庭を壊すつもりなんてなかったのに、それなのに慰謝料とか実家に連絡するとかひどいよ。そうだよ、お前のやってることはひどすぎる。あっそ、ま、どっちがひどいかは今後の周囲の人の対応でわかるはずよ。白い目で見られるのは果たしてどちらでしょうね。やめてくれよ。私、今日この家を出ていくから、二人のイチャイチャした家で生活するなんて耐えられないし、あなたたちのその顔を見てるだけで吐きそうだもの。とにかく今後は弁護士を通して連絡が行くと思うけど、二人に勝ち目はないことだけは覚えておいてね。いやよ、私お金なんてないよ。慰謝料なんて支払えない。パニコ、麗華とはほんの火遊びだったんだよ。俺が心から愛してるのはパニコ、お前なんだよ。パニコなら俺の気持ちわかるだろ。なに言ってんだか。服も着ないで裸のままでそんなこと言われたって信用できるはずがありませんよね。ほんと、文太も麗華も浅はかだし、バカだなって思ってしまいます。そうそう、それからのことですが、私は有言実行で二人に慰謝料請求をしましたよ。文太とはもちろん即離婚です。週明けに会社に行った文太は、部長からはもちろん、他の社員からもかなり白い目で見られて、誰からも声をかけてもらえなかったようです。もう自分に居場所がないと判断した文太は、その日のうちに退職届を提出。私への慰謝料は退職金と両親に借金をして一括で返済してくれました。今じゃ昼は親戚の林業を手伝いながら、夜は内職までして、給料は全部借金返済のために取り上げられ、ボロボロなんだそう。そして妹の麗華、妹からも慰謝料200万円を請求することに成功。こんな妹とは金輪際関わりたくないと、私は絶縁状を叩きつけてやりました。これまで実家の両親から甘やかされて育った麗華ですが、これを機に完全に信頼を失ったようです。頼るところがなくなった妹ですが、私への慰謝料返済が終わるまで実家から会社に通勤するように言われ、肩身の狭い思いをしながら必死になって働いているようです。もちろん会社から帰ってきたらすぐに夜間の工場へ直行、夜もぶっ通して働かされて、睡眠時間は数時間みたいよ。自分で撒いた種ですが、二人にとっては自業自得の結末ですね。
長崎くん、この前はいろいろと励ましてくれてありがとう。あ、ずいぶんと元気になったね。それこそ本来のパニコちゃんの姿だね。でも旦那さんとは離婚したんだって。大丈夫？ええ、大丈夫。なんていうか、実際離婚してすっきりしたっていうか、独身に戻ってしまったけど、今の方がとっても幸せなの。食事も自分の分だけ作ればいいし、掃除も洗濯も自分のペースでできるっていうか。確かにね、働きながら家事をやるのは大変だしね。そうなの。よし、パニコちゃんが元気になった祝い、独身出戻り祝い開催しなきゃな。俺、美味しい居酒屋見つけたんだよね。今度みんなでパッと飲みんでも行こう。もちろん俺のおごりだから。やったー、行く行く、行きます、絶対行きます。ミカもレイコもマナミも、それにサトコも誘っていい？あ、もちろんだ。じゃあミナとアイリと若子もいいですか？あ、おお、いいぞ、仕方ない。じゃあ夢のとリリコとハズキは？な、おー、あ、いいかな。うん、よっしゃ。じゃあマチコと京香とイクミもダメですか？あやった。じゃあみんなに声かけておきますね。イシシ。俺はパニー、25歳。飲食店の予約管理やコンサルティングなどをしている会社で働いている。社員は俺と社長と専務だけで、あとはアルバイトが15人ほど。小さな会社だが、妹のパニコが勤めてる居酒屋もうちと契約している。この間そのパニコと電話していた時のこと。そうだ、うちの店長がパニーのことベタ褒めしてたわよ。仕事が丁寧だし、うちのお店のことを大事に思ってくれてるのがわかるって。へえ、嬉しいな。電話で予約したお客様もコールセンターの人がすごく丁寧だったって話してたしね。ああ、電話に出てるのは主にバイトのみんなだから、それみんなに話しておくわ。うちの会社で主に予約の電話を取ったり、ネットで入って予約を管理したりするのはバイトのみんなだ。忙しそうな時は俺や社長ももちろん手伝うがな。そう、バイトのみんなはすごく信頼できるんだけど、専務は非常に厄介な人物だった。社員は朝9時に出勤と決まってるのに、いつも2時間も3時間も遅刻してきて、おまけに全く仕事をしない。自分のデスクで漫画を読んだりゲームをしたりするくらいだが、時々俺が仕事してくださいというくらいで、他にこいつを注意できる人はいなかった。バイトのみんなは立場的に専務に強く言えないし、社長は専務の実の弟で気弱な上に専務に使われるだけの駒とかしていた。この会社はとある歓楽街で顔が利く専務が知り合いの飲食店の店長に、店の予約の管理を自分が起業する会社に任せてみないかと言って回ったところから始まったそうだ。ちなみに専務は社長という役職になっちゃうと、いざという時全責任を負わないといけないから、弟に社長の座を押し付けたらしい。まあこんな感じだから、仕事しない専務にドン引きして辞めていく社員やバイトが過去何人もいた。俺も何度も辞めたいと思ったが、ここに就職した当時、就職難なご時世だった上に父が入院し、何が何でも金を稼いで家族を支えなければいけなかった。パニコもまだ高校生だったし、この会社は副業 OK だし辞められなかったってわけ。この会社と契約している飲食店の方々と最も多くやり取りしていたのが俺だったってのも理由の一つ。パニーさんのおかげで店の売り上げが上がった、これからも末永くよろしくと過去にいただいた言葉を思い出すと、簡単に会社を辞めることができなくなっていたんだ。とはいえ、いずれ踏ん切りをつけて辞めたいな。オフィスにて俺は専務をチラ見した。すると、おいパニー、この間契約取った店の店長から俺に先週電話があって、ホームページに関して直接相談したいんだと。今日の15時お前を店に行かせるって約束しといたから。は？そういうのは早く言ってください。その時間バイト一人しかいないんです。電話が立て続けになったら対応しきれない。あ？つべこべ言わずに行ってこい。俺は急ぎバイトのみんなとのグループラインに、15時から出勤できる人いる？とメッセージを送った。すると数分後、ベテランのバイトが一人、俺出勤できますと返信してくれた。
本当、バイトのみんなには頭が上がらない。さて、数日後、日和という女性がアルバイトとしてうちに入った。彼女の指導はベテランのバイトか、俺が担当した。初めて日和に俺が仕事を教えた時のこと。日和さん、各お店のコース料理や席の配置、覚えるの大変でしょうけど、最初はお客様の電話に応対しながら資料を見て予約を取っていけばいいですから。は、それもう全部覚えました。え、はや、出勤2日目にして全部覚えたって、すごすぎだろ。日和さんすごいよ、熱心に取り組んでくれてありがとう。ん、そんな、ありがとうだなんてこちらこそ親切に教えてくださってありがとうございます。本当にこの会社はバイトに恵まれている。ところが、ある金曜日の夜、予約の電話が殺到していた時、日和を含むバイト10名ほどと俺とで、そりゃもう慌ただしく電話対応していたのだが、ああ、日和さん、俺にコーヒー作って持ってきて。は、早急に頼むよ、喉乾いちゃったから。専務は漫画を読みつつそう言った。でも日和が困って言葉を濁した直後、また電話が鳴った。困惑しながら日和は電話を取ったのだが、おい、日和さん、コーヒー持ってきてってば、早く。この状況、お前にコーヒーを作ってる余裕なんてないこと見てわからないのか。忙しかったこともあり、俺はいつも以上にイラッときていた。専務、この状況、どんなに頭の悪い奴が見ても、忙しくて誰も手が離せないことわかると思うんですが、コーヒーくらい自分で入れてください。あ、それってお前、俺が頭悪い奴以下だってこと言いてえのか。専務は立ち上がると、バンと乱暴に漫画本を自分のデスクの上に叩きつけた。そして専務はオフィスを出て行ったんだ。さらにその日、専務はオフィスに戻ってこなかった。そして翌日、専務は体調不良を理由に仕事を休んだ。どうせ仮病だろうな。さて、今日はパニコが勤務する店で店長さんと打ち合わせだ。俺は10時前にオフィスを出て、パニコが勤務する店に向かった。で、うちの会社が入ってるビル近くの横断歩道を渡ろうとした時、パニーさん、おはようございます。向こうから日和が走ってきた。が、その時、ものすごいスピードで走ってくる乗用車が見えたんだ。信号は赤なのに、スピードを落とす気配もなく、その乗用車の数メートル先に日和がいた。な、危ない。俺は反射的に走り出していた。乗用車に気づいた日和が叫んだと同時に、俺は日和を突き飛ばした。そして自分の体がゴロゴロと転がっていく感覚がして、数秒後、視界が歪んですぐ俺は意識を失った。次に目を覚ました時、俺は病院の広々とした病室にいた。あれ、パニコ、それに日和さん、パニーさん、パニー、お医者さんを呼ばなきゃ。涙を流してる日和と、何やら慌てているパニコ。ここ病院？そうだ、日和さんが車にひかれそうになって。それから日和が俺が気を失った時の話をしてくれた。急な坂の上だったから、勢いよく下まで転がり、体をガードレールに、頭を工事現場の人が道に置いていたカバンに打って意識を失ったとのこと。体のあちこちを骨折していて、最低2ヶ月は入院するらしい。大丈夫っぽいけど、脳の検査も一応するって。そっか。てか、車の運転手さん大丈夫だったかな。運転手さん、運転中に意識が遠のいて手足が痺れちゃったんですって。なんとかブレーキを踏んだから誰も命を落とさずに済んだらしい。その人も入院してるって。命を落としてない、そうか、よかった。私のせいでごめんなさい。日和さん、日和さんも無事でよかったよ。パニーさん、涙する日和を見て俺はハッとした。長期入院なら早めに社長に連絡しなくては。ということで俺はすぐ社長に電話で事情を説明。
で、電話を終えた後、今度は専務から電話がかかってきた。ったく、何の用だよ。俺は嫌々ながら電話に出た。はい、もしもし。もしもし、お前、長期入院なんだって?首で良ければ休んでいいぞ。は?お前みたいな生意気な社員、うちにいらないんだよね。長く休むなら、もうこの際首ってことで。こいつ。って、でも、いい機会かもしれない。俺は一つため息をこぼしつつ、こう言った。じゃあ、辞めます。あ!会社、辞めます。では。会社を辞める?パニー、何言って?二人がそう言ったと同時に、俺は電話を切った。ああ、もともと辞めようって思ってたからさ。え?専務が首で良ければ長期で休んでいいって。信じらんない。何それ。やっぱりあの人ひどい。いいんだ。ただ、契約してくれたお店に申し訳ない。パニコもごめん。店長さん、俺を信頼してくれていたのに。ほんとよ。パニーがいなくなるなんて、店長泣いちゃうよ。それと、バイトのみんなにも申し訳ないな。退院したら、全員に謝罪に行かないとね。しかし、いろいろあったな。俺が思い出に浸ろうとしていた、その時だった。私に任せてください。え?私、パニーさんの力になりたいんです。ひよりがそう言いながら、拳を握って、椅子から立ち上がった。その日のうちに、俺はいくつか入っていた会社の LINE グループを、専務によって全部脱退させられていた。日和に聞いたのだが、俺がグループを脱退させられた後、専務は、今後パニーと関わった奴は即クビ、と、バイトのみんなが入ってるグループ LINE にメッセージを送ったそうだ。それから数日後、社長が俺のところにやってきて、退職の手続きを済ませた。で、さらに数日後、俺のスマホに専務から電話がかかってきた。俺はニヤニヤしながら電話に出て、スピーカー設定にしたんだ。はいはい、もしもし?なあ、出た!あー、パニー!お前の首撤回してやるよ!俺に感謝しろ!お前がかわいそうだから仕方なく、戻ってこいって言って!戻ってこい?戻ってきてくれ、の間違いでしょ?でも俺、戻る気ないですよ。てか聞きましたけど、バイトのみんな、全員会社辞めたそうですね。専務はオフィスにいるんだろう。けたたましく鳴り響く電話の音。社長が焦って電話対応してる声が聞こえた。あら、電話大変そうですね。ま、せいぜい頑張ってください。俺たち今、談笑中なんで。あ、俺たち!え?ああ、バイトのみんな、今俺の目の前にいるんですよ。なに?おい、バイトに電話かばれ!文句言っ。はいはい、専務、全部聞こえてますよ。その声は、ひよりさん。おい、お前らのせいで、俺は散々の目に。パニーさんと関わったら即クビって言ったのは、専務ですよ。私たちは、パニーさんにこれからも関わりたいんです。だから、お言葉に従い、自ら辞めたまでです。パニーさんはバイトを誰かが失敗したとき、何が悪かったか、どう改善したらいいか、一緒に考えてくれました。君は電話の対応が上手だねとか、いつも頑張ってるの、俺はちゃんとしてるよとか褒めてくれて、私たちパニーさんのおかげで仕事をもっと頑張ろうって思えたんです。パニーさんがいなかったら、専務みたいにヤバい社員がいる会社みんないる価値ないって言ってますしね。バイトのみんなが揃って大きくうなずいた。んーだとそんなにそいつの肩持ちてんなら、全員戻ってこなくて結構。バイトなんてまた雇えばいい。お前らがいなくたって、会社の業績に何ら影響は。あ?と、そこで社長の、専務大変です、実は、という声が聞こえてきたんだが、なんだって、うちと契約していた飲食店が、次々うちとの関係を足したいと言ってるよと。兄がいなくなるなら、うちと契約する理由がなくなったって、なんだよ、それ。考えてみれば、そりゃそうなんだよな。俺が入社する前、社長と専務だけで契約していた飲食店とやり取りしていたみたいなんだが、専務がサボるもんだから、社長が一人で仕事をして超多忙だったらしく、仕事が出すすぎて飲食店の皆さんが、やっぱりオタクとの契約はなしにしてくれと、当時新入社員だった俺に声を揃えて言ってきたんだ。その時の俺は、家族を養うべくどうしても稼がなくてはならなかった。
会社が潰れては困ると思って、俺は飲食店の皆さんの信頼を取り戻すべく相当頑張っていた。そうして長い時間をかけてようやく信頼を得たんだ。マジかよ。おいパニー、やっぱりお前戻ってこい。給料も上げてやるから。ごめんなさい、もう次に働くところ決まってるんです。あ、日和さんのお父様、飲食業界の大手企業パニコレホールディングスの社長さんなんですって。俺びっくりしちゃいました。パニコレホールディングスって、あの、そう、なんと日和、日本の飲食業界でトップの企業パニコレホールディングスの社長令嬢だったんだ。一人っ子の日和は将来お父さんの会社を継ぐため、勉強の意味で飲食関係の仕事ができる会社でバイトをすることを決めたそうだ。それでうちの会社に来たというわけ。ちなみに俺がこの広い個室で入院できてるのも日和のお父さんのおかげである。父は娘の命の恩人であるパニーさんにぜひうちの会社に来てほしいって言ってました。そしてそちらの会社と契約してる飲食店が望むのであれば、父のつてで信頼できる予約センターを紹介するとも。うちの父に専務の話は全部しましたよ。専務を軽蔑してました。父はね、飲食業界で顔が広いの。あなたの会社で契約するお店なんてもう現れないでしょうね。そんなおい、こらパニー、なんとかしろ。いやー、なんとかしろと言われても、お願いだパニー、俺が悪かったから帰ってきてくれ。そこで俺は電話を切って専務の LINE アカウントをブロック、電話番号も着信拒否した。そしてアルバイトのみんなと一緒に声を上げて笑った。その後すぐ奴の会社はやっぱり潰れた。職を失った社長と専務はそれぞれ住んでいたマンションから引っ越して、家賃が激安のアパートで二人で多額の負債を抱えながら暮らし始めたらしい。で、社長は次に働ける会社を見つけ働き出したそうなんだが、専務の方は俺に指図してくる上司がいるところで働くなんて絶対無理と言って無職であり続けたんだとか。しかも会社が潰れて自暴自棄になっていたもんだから、元専務はキャバクラで豪遊、元社長は自分が稼いだ金を元専務に散々使われまくった末、こいつと一緒にいたら自分まで落ちぶれるとようやく気づいてアパートを出ていったらしい。弟にまで見放された元専務は闇金の世話になるように、今では離島にある工場で上司に怒鳴られながら寝る間もなく働いてるそうだ。まあ自業自得だろうかな。さて一方の俺はというと、早い段階で例の事故を起こした運転手のご家族が慰謝料を持って俺の病室に謝罪にやってきた。その時に運転手の人も回復に向かっていると聞いて安心したよ。そして2ヶ月後に俺は退院。今ではパニコレホールディングスの社員として働いている。上司もいい人たちでめちゃくちゃいい環境なんだ。この間パニコと日和と食事に行ったんだが、日和さんのお父様のおかげでうちの居酒屋も引き続き別の予約センターと契約できたし本当に良かったわ。まあ、あの会社で契約していた他のお店もそうみたいだね。安心だよ。日和さん、ありがとう。バイトの子たちみんなにも仕事紹介したんだって？ありがとうだなんて、バニーさんは私の命の恩人ですし、お父さんに頼んだだけで私は何も。ただうちの店長はバニーと会えなくなって寂しがってたけどね。会えなくなるわけじゃないよ。そうだ、今度は3人でパニコが勤務してるお店に飲みに行こうか。あ、いいわね。あー、でも私は邪魔だわ。あ、だって日和さんとパニがすごくお似合いだからさ。え、あ、危ない、危ない、危ない、ちょ、パニコ。おや、二人とも顔が真っ赤。こりゃカップル誕生の兆しだわ。パニーは今までろくな出会いがなかったから本物の春が来たってやつね。あー、めでたい。いしし。私はパニコ、30歳。自分で言うのもなんですが、ちょっとしたキャリアウーマンなんです。実は私、海外へ飛び回り、ファッション関係のお仕事をしているの。いろんな国の人に会って、いろんな素材を見て、集めて、服を作って。海外にいる時間の方が長くて、なかなか日本には帰ってこられないこともあるんです。旦那の秋田にも全然会えてなくて寂しい時もあるんだけど、秋田は私の仕事について十分理解してくれていてね。
家は俺が守るから大丈夫だし、パニコの頑張る姿が好きだって言ってくれてるの。そんな秋田のおかげで、お仕事は順調そのもの。ちょっと気弱な部分はあるけれど、ほんと優しい旦那さんなの。そして今日は、3ヶ月ぶりにイギリスから帰ってきたところなんです。今回のお仕事もやりがいがあって楽しかったな。久しぶりの日本。もちろんこまめに連絡は取り合ってるけど、アキトに会えるの嬉しいな。いしし。私とアキトは結婚して5年目。まだ子供はいません。自然に任せてできるのを待とうって思ってるんだけど、なかなかできないから検査もしました。そしたらね、アキトの方に問題があってね。絶対できないってわけじゃないんだけど、自然にできる可能性はゼロだって。けど、子供のためにアキトと結婚したわけじゃないし、可能性はゼロじゃないし、私は気長に待つことにしたの。これはもちろん、夫婦だけの心にしまってね。でもね、子供がいないからこそお金が貯まるし、そのおかげで去年、タワマンを購入したばっかりなんだ。二人でじっくり相談して、いろいろ内覧にも足を運んで、忙しい中こだわり抜いたんだから。またすぐ海外の仕事が入ってるし、こっちにいるうちに堪能しなきゃ。そして、スーツ姿のまま、スーツケースを引きずりながら、エントランスへと向かう私。アキトに会えると思ったら、なんだか急にテンション上がってきたぞ。私はそんなことを考えながら、インターホンを押したの。はーい、どちら様？インターホンを押すと、なぜかアキトではなく、お母さんの声が聞こえてきました。え？なんでお母さんがここに？どうなった？って、ああ、あなたね。きっと家の中のモニターで私だって確認したんでしょう。義母はつまらなそうにつぶやきました。お母さん、いらしてたんですか？ええ、そうよ。で、何の用？何の用って、ここ私の家なのに何の用ってどういうこと？私がポカンとしていると、義母はこんなこと言ったの。あら、誰かと思ったらパニコさん、久しぶりね。ご無沙汰しております。マンションのエントランス開けてもらえます？そう、オートロックだから、内側から開けてもらわないといけないの。私、海外出張の時には、なくしちゃったら困るから、家のカードキーは持っていかないからね。カードキーがないから、エントランスから開けてもらわないと、マンションのエレベーターホールにさえ入れないのよ。あれ？でも、アキトいるはずよね。そう思っていると、義母はさらにトンチンカンなことを言ってきたの。どうしてよ？はい？どうしてって、だって開けてもらわないと私入れん。ねえ、パニコさん。あなた本当に帰ってこようとしてるわけ？は？何言ってんの？私ただ自分の家に帰ってきた。ったく、仕方ないわね。ま、こっちもあなたに言いたいことあるしね。わけわかんねえ。どうなってんの？なんで義母がいるかも謎だけど、どうして自分の家に帰るのに、こんなに困難が待ち受けてんのよ。私がイライラしてると、エントランスが開き、ようやくエレベーターに乗ることができました。そして、自分の部屋がある階へ。なんか、すっごく疲労感がこみ上げてきた。今から会うのよね。あの、わけわかんないこと言ってる義母に。私、今さっき海外から帰ってきて、この大荷物なのに。疲れた。もうエレベーター降りて廊下歩いてる時に、心の声が漏れちゃいましたよ。そして私はようやく玄関を開けたんですが、そこには、仁王立ちしてる義母が待ち受けていたんです。ただいま戻りま、パニコさん。はい。あのね、このマンション、私がアキトと住むことにしたから。はい？パニコさんは全然家にいないんだし、いいでしょ？はい？どういうこと？まったくどういうことかわからんぞ。でもここは、私たち二人で買った家なんで。名義は誰よ？名義は、アキトですけど。私がそう言うと、義母はちょっと鼻を鳴らして、低い声で怒鳴りました。ほら、ご覧なさい。息子名義なんだから、部外者は出ていけ。は？
どうして私が部外者って言われなきゃならないの？いやー、どう考えても部外者はあんただろう。私は訳がわからぬまま、とにかく秋人と話さないとって思ったの。だからね。あ、秋人は？お母さん、秋人いますよね。するとギボはさらににやりと笑ってこう言ったんです。いるわよ。でもね、秋人も了承済みよ。秋人ももうあなたなんていらないって。は？そんなわけな。あなたが海外でチャラチャラ遊び仕事してる間にね、私が新しい嫁を探してお見合いさせたんだ。は？どういうこと？私が戸惑っていると、家の奥の方からアキトが隠れながらこっちをこっそり覗いてるのが見えたんです。私は思わず叫びました。ちょっとアキト、どういうことよ。アキト、お母さんの話嘘よね。するとアキトはヒュッヒュッと息遣いが早くなり、まもなくしゃっくりを始めたんです。これね、アキトが嘘がバレた時とか図星刺された時とかにする癖なの。私に内緒で10万円のゴルフクラブ買ったのがバレた時も、友達と出かけるって嘘ついて会社の同僚と合コン行ったのがバレた時も、結婚するまで身長3センチサバ読んでたのを指摘した時もこういう反応してたわ。そう、アキトの反応で私は義母の話が全部本当だって分かっちゃったんです。そりゃもうショックでしたよ。でもね、納得できない。どうしてですか？どうしてそんな急に？あなたね、結婚して5年も経つのに子供は産めない。いや、それは。全然家にいないで海外旅行ばっか行って遊んでる。遊びじゃありません。それに私が働かないと飽きては。おまけにあなたは気が強くて私にすぐ反抗する。正論を言ってるまでです。あなたのそういうところが可愛くないのよ。だからアキトにも嫌われるのよ。でも私がいないとアキトは生活でき、とにかくこれからは私がここに住むから。もう実家も売ってお金も結構あるし、あなたがいなくても大丈夫よ。はあ、そんな無茶言わないでください。第一、結婚云々は私とアキトの問題。あら、アキトはもう離婚届にサイン済みよ。なーにー？これには私もとうとう堪忍袋の尾が切れる瞬間を感じちゃった。アキトは家の奥で震えながらこっちの様子を伺ってるだけ。昔っから気弱で場の空気に流されやすくて、はっきり物を言えないタイプだったけど、でもこれはないわよね。だからね、私は食い下がりました。だからといって私を追い出すのはひどいです。アキトね、新しい嫁の方にもう夢中なのよ。それに、姑はここでなぜか声を潜めました。まだアキトには内緒なんだけどね、お嫁さんもう妊娠してるの。は？だからあなたの出る幕はもうないの。これ記入して出しておきなさい。じゃあね、パニコさん、お達者で。ほら、さっさと実家帰りなさいな。そう言うとギボは私に記入済みの離婚届を押し付け、さらには無理やり玄関から私を押し出し、それからは一切声をかけても返事をしてくれなかったの。あんねー。何よ、私が何かした？てか帰れって言われても帰れるわけねえだろ。ここ私が買った私の家なんですけど。ふざけんな。私は玄関に向かってそう叫んだと、とりあえずその場を離れました。アキトの野郎、出張先でも毎日連絡を取っていたのに、そんなことをお首にも出さずに私を裏切り続けてたってわけね。こんなこと絶対に許せない。勝手に嫁を追い出す義母も許せないけど、アキトめ、あいつが一番許せない。嫁よりお母さんを優先するのね。今に見てなさい。まあでもね、私も迂闊だったわ。まさか家を買うときにパニコの名義だとカッコつかないから自分の名義にしてほしいって言われたときに、ほいほい言うこと聞くんじゃなかった。てかきっとあれも義母の指示だったんだ。あの時から義母の計画が始まっていたのね。でも甘いわよ。私がそうやすやすと引き下がるわけないじゃないの。さ、これからが復讐ターン。どっちが本物の作詞か目にもの見せてやるんだから。いじし
私はとりあえず仕事上で付き合いがある弁護士に連絡、それから不動産業者の友達にとあることをお願いしてね。ついでにいつもお世話になってる人からすぐに動ける引っ越し業者を紹介してもらいました。さらには秋田に持たせてあるクレジットカードを速攻で利用停止に。で、私は再度義母に電話しました。なーに、バニコさん、いくら電話されてもあなたはうちには入れぬ。ああ、大丈夫です、もういいです。私はきっぱりと言い切りました。え？ああ、そう、ずいぶんと諦めがいいのね。まあ分かってくれたならいいんだけど。お母さん、そちらこそどういう状況になるか分かってます？はあ？あなた何言ってるの。離婚されることになって悲しくて頭おかしくなっちゃった？いいえ、私は至って冷静です。ああ、そうそう、私の所有物取りにだけ行かせてくださいね。私の収入で買ったものだし、それくらいいいですよね。え？また来よっての？だって新しいお嫁さんが来るのに私の荷物がまだあったら胸クソ悪くないですかね。うーん、それもそうね。じゃあ明日すぐに朝一で取りに行きますんで、私の所有物それだけ持って出ていく、そういうことでいいですよね。え、もちろんよ。電話を切る頃にはお母さんはすっかり上機嫌になってたわ。これからどんな仕返しが待っているとも知らず。アホですね。ということで翌日、私は荷物を受け取りに行くことにしました。もちろん新しい家の契約を済ませてありますので、そっちに荷物を運ぶためにね。私は意気揚々とマンションへと向かいました。インターホンを鳴らすと、また義母が。でも今日は塩対応じゃないみたいね。あらあら、いらっしゃい、パニコさん、待ってたわよ。さっさと荷物持って出て行ってちょうだいね。今すぐ開けるからすぐ来て。すぐにロック解除してくれて、私はあっという間に家の中に。ありがとうございます、失礼します。私は部屋に上がり込むと、玄関の外へ声をかけました。それじゃあお願いします。それを合図に男性が二人部屋へ入ってきました。そしてちゃちゃっと作業開始。誰？何？何って、業者さんですよ。荷物運んでくれる業者さん。え？じゃ、荷物って、そんなに人手が必要？そりゃそうですよ。あれ？アキトは？ああ、アキトは新しい嫁とデートに。ああ、逃げたんですね。邪魔しないように気を使ったのよ、あの子は。それより、どうして業者さんなんか。だって荷物は服とか雑誌とか、あとはせいぜいドライヤーとかくらいしか。いやいやいや、お母さん、何を言ってるんですか？え？離婚するのであれば財産分与が必要ですが、結婚後に購入した財産、つまり共有する財産といえばこのマンションくらい。あとは全部私が結婚前に買ったものばかりですから。あ？あ、どういう？テレビ、DVD、冷蔵庫、ソファー、本棚、パソコン、プリンター、洗濯機、お掃除ロボット、空気清浄機、オーブン、コーヒーメーカー、炊飯器、など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 、全部私が持って出ていきまーす。ちょ、それから、今後は私と直接会話はできません。あ？こちらの弁護士さんを通してくださいね。私がそう言うと、玄関から高級スーツを身にまとった弁護士さんが。ちょっと、そんな勝手なことしていいと思ってるの？慌てる義母に、私はにやりと笑うと、今何が起きているのかきちんと教えてあげました。昨日、ちゃんと私、あなたに承諾取ってますからね。もちろん会話も録音済みです。そうそう、慰謝料の話も、ちゃんと応じないと、裁判所に呼び出しちゃいますからね。慰謝料って。当然でしょ。まあ秋田は専業主婦だから借金するしかないでしょうけど。そんなこと聞いてない。あの男、無職で収入源は私だけってことを今まで言い出せずにいたってわけね。義母はどうやら状況についていけなかったみたい。しばらくぼーっとしていたけど、はっとして今度は私に手のひら返し。悪かったわ。パニコさんに何と謝っていいか。
あの子が無職だなんて、しかもパニコさんがいないと何も残らないなんて、ごめんなさい、謝るから許して。は？あなたのこと、その、誤解してたのよ。こんなにいい嫁だったなんて気がつかなかったのよ。こいつ、本当に最低ね。じゃがじい！私は我慢できなくなって、つい大きな声を出してしまいました。ここのローン、今まで私が払っていましたけど、これからは支払い、頑張ってくださいね。もう離婚届出しちゃいましたから、いしし！そんな。慰謝料も取れるだけ取ってやりますので、女からもね。やめて、そんな。そうそう。秋と方、新しい嫁と結婚ですか？ありえないんだけどな。お？妊娠しないの。アキトに問題ありだったんですもの。嘘でしょ？そんなはず。新しい女のお腹にいる子、アキトの子じゃないですから。不妊はアキトの方ですもの。てか、そもそも本当に妊娠してるのかな？何はともあれ、ご愁傷様でーす。ギボアも、それを聞いて、呆然として固まってしまいました。じゃあ私、失礼しまーす。私は家を出ました。途方に暮れる老婆を残してね。そこからアキトはもう転落の一途。もちろんマンションはすぐに手放すことに。まあ半分私に権利があるから、売ったところで借金返済には追いつかず。無職のおっさんは自暴自棄になって暴れ、どうやら逮捕されたみたいよ。私への慰謝料で借金まみれなのに、さらに看板とか壊しちゃったみたいで、借金が増額したんだとか。今じゃ借金取りに船に乗せられてるんだって。義母も実家を手放しちゃってるから行くところなし。でね、新しい嫁とやらがとんでもない女だったみたいでね。知らないうちに義母は借金の連帯保証人にさせられていたとか。結局義母は住み込みで働きながら生涯借金返済の人生が決定です。新しい嫁って女は結婚詐欺師だったようで逮捕。妊娠はもちろん嘘。さらに余罪も明るみになり、しばらくは牢屋暮らしです。まあ出てきても借金取りに捕まって地獄の人生の幕開けだろうけど、みんな自業自得よね。私は新しく契約したアパートに荷物を運んでもらって、一人で自由な生活を送っています。仕事にもますます精を出して、お一人様を満喫中なの。海外への出張も何の気兼ねもなく行けるし、一人って最高。これまで以上に海外を飛び回って、大好きなファッションと触れ合って、楽しくお仕事するぞ。今日も私は、海外で楽しくお仕事中。イタリアの有名なカフェで、本場のプリンを食べる予定なんだ。日本のプリンもとっても美味しいけど、楽しみだわ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。